県のとあるスキー場にて、投稿者の M さんがイベントの様子を撮影していた時に、偶然カメラに映ってしまった先日の恐怖映像である。まずはこちらをご覧いただきたい。画面中央に映っている女性の背後に注目してもらいたい。お分かりいただけただろうか。もう一度。これは生前この女性に強い好意を抱いていた若い男の自爆霊である。初めてあの映像をご覧になった時はどんな気持ちでした？いやー、あんなにはっきり映り込むとは思ってもいなかったです。はい、背筋がゾッとしました。ここに映ってた人に何か心当たりとかっていうのはありますかね？そのまあ、お化けがちょっと、まあ、取り付いてるってことなんですけど、怖いですかね、やっぱり。怖いっていうより本当に気持ち悪いので本当にどうにかしてほしいです。ここまではっきり映り込むっていうのは極めて稀ですね。相当このさんに対して強い思いを持ったまま亡くなってしまった例だと思います。しかもあの守護霊とかではなく、もはや悪霊、動物霊に近いのかな。まあとにかく早めに供養した方がいいと思います。はい。